おはようございます。8月5日土曜日です。本日の水揚げ状況は、水揚げありませんね。なさそうな予想はしてましたけど、やっぱりね、あちらと今ここに少しだけ何か出てきそうなんですが、これで今週1週間はもう本当少ない日が続きましたね。はい、とりあえず見てみましょう。はい、タツギョですが、まあ当然出れてないんでね、まあ今日はさすがにゼロでしょうね。いや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 、セリバですがこんな感じ。おはようございます。おー、それでもチヌがどうなんですかね、出たんですかね、出たんか止めてたんか。出たにしても本当浅間とかね、そんな感じにちょろっと出たっていう感じなんでしょうけど、わずかにチヌが並んでます。はい、今日も青ガニは少し、なんでこの青ガニだけ溜めてるんですかね、溜めてるんか、カゴ、紙カゴ、なんでしょう、なんでこの青ガニだけ取れるんでしょうかね。面白いですよね。はい、ってな感じで、もう地物はここだけですね。まあさすがにこれ以上は増える気配がないですね。いやいや、送りの2ですが、そうですね、まあ土曜日ですけど、まあ2はぼちぼちあるみたいですね。どんなもんがあるんでしょうかね。パッと見イワシの箱とか見えますけど、何やら情報によるとイワシもかなり高騰してるみたいですけどね。はい、下関便です。これ大きなタコやね。下関水タコがいい中です。これはマダコですね。普通のマダコでっかい、4キロめちゃくちゃでかいですね。はい、金目ですね。これも関東から来るんですかね。でかいね、2キロ弱ぐらい。いい金目。はい、こちらはね、大ニベですかね。でかいね。たまに地物もね、上がりますけどね、20何キロとかね、めちゃくちゃ大きいのが上がってきますもんね。こちらは長崎のゴマサバですよね。ゴマサバ、結構しっかりしてますね、カチッと。ははいいんじゃない。はい、松浦のね、中味ですね。今ね、こちら萩とかでも出れてないからね。あ、でもこれ格好がいいですね、なりがいいです。よし。
物入荷しました。はい、今日は10位です。先も検査機があるのはあるんですね。めちゃくちゃいい値段してますよ。はい、こちらはねすんごい山が入ってますね。これはね他店の注文なんですけど、まあ、立派ですね。すんごい超えてます。ようこの魚の少ない時にね、こんなんがありますよね。これはいい海女です。でかっ。はい、バイガイですね。はい、カツオ。おー、いいねこれ。カッチンカッチン。さすがにカツオも今ちょっと数が少なくなってきたかな。どうなんでしょう。ああ、大きいね。あるある。いや、高くはね。高くはないけど、それは秋からきっと。頭を。これは高そうね。どうでしょう。はい、貴重な車エビが。1個だけ、あんまり大きくはないんですけど、まあ、とにかく車エビもないからね。あって1キロぐらいかな。すんごい値段するでしょうね。今養殖もねめっちゃくちゃ高くなってますんでね。まあどうでしょう。はい、こちらはね足岡ですね。これはでかいですね。立派です。車のね、このぐらいあればいいんですけどね。この足はいいです。まあ、これも絶対安くはないですよね。はい、競り始まりますって言ってもね、競りでね、なかなか欲しいものっていうか、チームもね、どうですか。お金なきゃいけないのかっていうと、なかなか難しいところですね。はい、来るからいいよ。お互いが1、お互いが2000、お互いが1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 、はい、三の字がありますね。こちらはこれは何ですね。長崎焼いとですね。
ちょっと小ぶりですけど、まあ中には丸いいやつもありますね。ああ、羅臼の八角。いいじゃんいいじゃん。塩焼きで食いたいね。美味しいよね。これね、うまいっすけどね。この見た目とはね、裏腹にこいつは脂があるんですよね。はい、美味しそうです。こちらは、はい、タラバですね。いいね。おお、生きてます。はい。もうね、置くもん少ないんで、今日はね、こいつを朝から茹でてお店の方に並べていきたいと思います。はい、タラバガニ入ってます。はい、セリも終わりましたんでね、戻って頑張りたいと思います。セリもって立ってね、5分もかかりませんでしたけどね。はい、ほとんどね、土曜水揚げありませんでしたね。まあ今週で一番少なかったかなっていう感じなんですけど、まあこんだけ今もね風吹いてますけど、こんだけの風が吹いたらもう仕方ないですね。とにかく風が止みません。出られないですね。はい、ということなんですけど、週が明けてからもね、ちょっとまだ風があるような予報が出てますんでね、ちょっと週明けも心配なんですけど、どうでしょうかね。少しでも会ってくれるといいんですけど、もう盆にね突入しますんでね。ただただ魚が揃わないね。全国的にどうしてるんでしょうかね。本当集まりませんね、魚が。はい、ということなんですけど、まあとりあえずね、あるもんでしっかり今日もね作っていきたいと思います。はい、週末ちょっとね台風の動きも気になりますけど、とりあえずはね、今日一日をしっかり頑張っていきましょう。さあ、やるぞ。はい、それではね、戻って頑張りたいと思います。はい、土曜日の水揚げですけど、もうほとんどゼロに近かったですね。まあ本当わずかにあったんですけどね、まあ一つ二つは買いましたんで、まあ今日もね作っていきたいと思うんですけど、まあしかしね、本当今週はね魚が揃えませんでしたね。まあ近辺でもね、みんなどっこも魚が揃わないということでね、まあさすがにね、まあしけで船がね、漁師さんが出れなければやっぱり魚ってのは上がってきませんのでね、まあ仕方ないかな。おかげでね、わずかに取れる魚っていうものの相場がね、もう本当に年末どころじゃないですね、すんごい相場がね上がってきてますんでね。まあでもそんだけ相場が上がるってことはね、まあまあコロナ禍の頃に比べると需要の方も増えてきてるのかなっていう感じもしますけどね。まあいい傾向ではないかとは思うんですけど、ただこの人がくれっていう頃にね、何もないっていうのがやっぱ歯がゆいですよね。まあどねえかね、風が収まってもらえればある程度魚集まると思うんですけど、まあどうでしょうかね。はい、っていうことですけど、まあない時にはないなりに一生懸命頑張っていくしかないです。はい、ってことで、とりあえずは週末土曜日です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ今日も頑張るよと思います。はい、お店到着です。はい、天候の方はね、もうめちゃくちゃいい天気なんですが、風が吹いてるんですよね。どうかなりませんかこの風。はい、ということなんですけど、まあね、土曜日ですし、今日もしっかり作っていきたいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日もよろしくお願いします。
はい、本日は土曜日8月の5日でございます。はい、本日もコメント紹介よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらもっちゃんがいます。こちらあと小川ちゃん来ますんでね、よろしくお願いします。ちょっと裏でごそごそしてます、うん、じゃあ読もうかな。行こうかね、うん、これは矢野さんですね。矢野さんです。台風厄介ですね。今年は漁師さんは早めの盆休み10日くらい取った方が良いかもしれませんね。でもそうすると美味しい魚が食べられなくなります。このプロセスどうですか。本当ね、台風がこっち向いて一生懸命来ようからさ、たまらないな。困った。困ったりしたい。何だ困ったっけ、そういうダジャレみたいな。困ったちゃんね、ゆうちゃん。違います。うん、はい、どうぞ。はい、続きまして、杉本のさあちゃんですよ。はい。いきますよ、さあちゃん。青山鮮魚の皆さん、今日は美味しい、美味しい。すぐそっち行くやろ。目がおかしいね。いや、お忙しい時間帯に。気持ちはそっちやろ。そう。アイス食べに来てね。また今日も。うん、お邪魔してすいませんでした。大谷さんとお話しでき、主人はステッカーまでいただいてありがとうございました。窓越しに元永さんが忙しくされているのを見ていました。声は手を振ってくれたらすぐ出るからね。買って帰った味、お刺身、お醤油に油が浮かんでいました。まーちゃんとシェアしてお刺身、お寿司、美味しくいただきました。ありがとうございます。まだ台風の影響が続きますね。心配ですね。気をつけて過ごしましょう。はい、飛んでいくものはね、くれぐれも飛ばないように、うん、くくりつけて、はい、続きまして、八田さんですよ。八田さん、青山鮮魚の皆さん、お疲れ様です。よし、丸尾漁港の2は車エビ1杯だけでした。美味しいね。うん、すごい、おばあちゃんのことだったのかし、中貝さんのところにも魚はありませんでした、うん、しじみはありました、うん、安定のしじみはね、うん、青山鮮魚の皆様、魚が少なくても暑さが厳しくても水分補給忘れずに暑さに負けず頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。八田さんね。八田さんでした。八田さんでした。続きまして富永さんですね。お疲れ様です。青山社長、魚釣りないですね、うん、困ったものですね。あ、すいません、失礼しました。困ったものですねって歌が鳴った。魚だ、魚だ、青だ、うん、毎日のように体温より高い38度弱、本当に外は危険です。水分補給して乗り切りましょう。はい、はい。いいよ、今日も。いいよ。続きまして、片柳さんです。青山鮮魚の皆さん、猛暑の中、お仕事お疲れさ、大変にお疲れ様です。お疲れ様です。やはり自然の猛威には勝てませんね。うん、白身の魚ももちろんですが、先日はマグロも相場がめっちゃ高かったです。うん、今のご時世で脂の乗った魚が好まれるのか、豊洲市場では今の時期に出回るアメリカボストン産のアメリカボストン産の天然本生本マグロとニュージーランド産の天然生インドマグロがかなり高騰していました。暑い中ではありますが、社長、元永さん、大谷きょんきょんさんをはじめ、青山鮮魚の皆さん、暑さに負けず共に頑張りましょう。頑張りましょう。よし。天の声が入りますよ。では続きまして、最後は杉本のまーちゃんです。お疲れ。ありがとうございました。お疲れ様です。社長も奥さんもお嬢ももっちゃんも元気そうで何よりでした。ありがとうございます。帰ってすぐ寿司とグラコロを食べました。グラコロ美味しい、ね、グラコロッケチョイスやった。やっぱ
ブリブリでうま、まゆうでした。また寄らせていただきます。はい、お待ちしております。また来てください。ミミイカ入ったらコメントしますんでね。ありがとうございました。ミミイカ買えなかった。ミミイカ声かしかなかった方。あ、じゃね。一個だけミミイカおったき入れちゃった。あれだ。そういうことですよ。ありがとうございます。はい。コメント紹介以上でございます。で、本日は2度目のメロンパンさん。メロンパンさん紹介いこうかな。はい。はい、いくよ。パデン、アドカ、パンデギ、カドカ、ニンパ、アドカ、ニゴ、アドカ、ヨ、ニドカ、エカ、ヨ、サン、アドカ、ヨ、サン、アドカ、ヨ、サン、マル、カ、サン、アドカ、エカ、サン、ゴ、アドカ、サン、ゴ、アドカ、サン、デン、ゴ、カ、デン、ゴ。今日さっき食べたね、ちょっとつまんだ、ミルクフランスかな、多分。こちらのパンはメルオンパン。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 メルオンパンです。この前もね。どちらの場所にあるんでしょう。メルオンパン、山口県宇部市で検索してもらって、ちょっと隠れ家的な感じ自宅で的な。でも旗が出とるって言うかったけど。本当、うん、なんか分かるよ。あ、分かりやすか、旗が、うん、あのセルフィーのプラス、うん、だから18日からそろっと店出しもされる。今ほとんどね、注文あの LINE にもね出ておりますのでね、このあ、ピントがメルオン、まあちょっとピン、こうやって合う方合わないね、うん、合わんね、ピントが、うん、インスタもね、やっておりますんでね、いろんなね、メルオンパンパンが、これ前も紹介したけど出ております。ここがジャミオン、ここ半分映って。で、今日はパン買ってきてくれたね、奥さんが、うん、メロンパン食べてる、可愛いね、これすごいもちもちしちゃう、ほんと、可愛いからもらったね、二人も可愛いよ、すごいよ、いいコメント、うん、いい、何その顔、私これ、私これ好き、何その顔、この顔来た、クロワッサン、あ、リボン可愛い、クロワッサン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 、これ食べて、これも食べていいんかね、社長。でもいいのかな。食べて、食べれるよね。うん、水みたいだね、なんか。おいしいものは水だ。どうぞ。一番の福田さんの妹ってことで。そう。うん、熱い男、福田さんの妹さんだそうです。ちょっとあの、お兄ちゃんが妹さんだったよね。ん？福田さんの妹やな。うん。兄ちゃんはあんな感じさ、セリアリオみたいな。で、この前来ちゃったらさ、知ってるの可愛いいつも似てるね、可愛いそうな、みんなそっくり、福田さんがイケメンだからね、うん、そう、うん、ちょっといただいちゃうね、ごめん、これ、うちの母さん、メロンパンが大好物なので、お母さんにあげようかな。どう、もちもちだ、うん、もちもちが特徴なのかな、え、優しいじゃん、どうしたの、もっちゃんにあげるけど、いや、私もう食べた、うん、この前これやったから、うん、それ美味しいね、上手、上手、上手ね、これ一人が作るのよ、お姉ちゃん上手って、なんかだからさ、すごいな、だから職人さんだ、うん、それする、それ職人さん、パン作れます、今日タイあ、今日来たね、かっこよかった、あ、うん、パン作ってみたい、誰だ、ゆっかさん、黙々と、はい、職人さんってかっこいい、すごいこぼしてるよ、パン、ほんと、うん、もう口からすごいボロボロ出てる、こことか、ほんと、僕取ってみる、またやめなよ、 NG なんだよ、どっちも、僕取れちゃう、取れちゃう、自然に、なるかと思って、いや、でもそんな気にない、カニマサラにはええかったけどね、さらっとしよったけどそれもなんか寂しいようなコメントやちょっと痩せたもんね、京子ね、わガリガリじゃん、わどうしたん、ありがとうございます、あ、信じやったんやろ、ね、いやいや絶対覚えてないあれも食べたい、これでも食べたいな、
あとアイスも食べようね。杉本のまーちゃんとさーちゃんが、杉本さんのお気遣いありがとうございます。皆さんもありがとうございます。次の話しましょう。え、徹子の部屋おっちゃんの部屋。チーララチーララって言うんですか。チーララチーララチーララ仮装かこれ。仮装かあ、これと美味しい。すごいちょうどいい甘さが美味しい。ふわふわで、うん、メロンパンさんでした。大きい声でありがとうございました。メロンパンさんでした最高最高最高。ちょっとしっかりしてください。じゃあカーテンシャッということで、続きまして、はい、今日届きました高島様です。ありがとうございます。お世話になっております。青山鮮魚の皆様、毎日暑い中ご苦労様です。今日は先日送りました梅を動画でジャムにしているのを見て真似て作ってみました。もっちゃんのまま真似してや意外とイケてたので送ってみました。先日送らせてもらった梅は一部だったのでまだまだ大量にありました全部で24キロ梅をしてたのでよかったら食べてみてくださいとのことです。お母さん、お父さん、ありがとう。暑い中やったらね、見てみようか、ちょっと食べてみようか、もっちゃん、うん、もっちゃんの食べ比べてみようかな。うちのはあんとこで作っただけやから。わいいの、いい香り。すごい。お母さん、お父さん、この瓶、瓶はどうしようか。これ返した方がいいんかな。いや、次よ、次がつけるのが大変かね、うん、一応コメントください。これ大量の瓶、みんなからこう集めなきゃいけないんで、終わったらお願いします。ちょっと見てみたい。あ、もっちゃんもこれ1個、うん、見てみよう。帰ってやるのよ。あ、うちのなら全然違うのよ。もっちゃんのと食べる。あ、梅シロップ漬けが入っちゃった。いいな。あら、食べよう。ちょっと梅シロップ漬けって美味しいじゃん。絶対元気になるね。今日も飲んだね。飲んだね、社長と、うん、梅シロップ。こ、うん、れ、たまに飲んでない。ナビさん、ナビさんにもあげた。お疲れ。この前の、この前ものタッパもあるし、まとめて送らないとダメなの。どうしようかね、このタッパたちは。いっぱい溜まっちゃった、タッパは。あ、すごっ。食べてみよう。うん、ちょっとこの辺からちょっと挟まして、うん、うん、どう、うん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 、梅って元気になるよね。そうなの、うん、元気になるよ。この梅が美味しいじゃん。すごい、使ってくれて。ヨーグルト入れてもいいな。うん、仲いいアピールよ。お母ちゃんのお母さん、仲良くやってます。お母ちゃんにメッセージ。美味しい。やっぱ梅はいいね、やっぱこの時期。梅はいいよな。何がいいかね、ヨーグルトかね。やっぱこのジュースにちょっと潰して飲んだりもいいかも。うん、夏バテ気味って言ってたもん、みんな。すごい綺麗。お母さん、これうちなんかもう食べて、うわそうな、潰して身太るのも大変やった。どれ、うん、うん、目、うん、うん、爽やか、美味しい。なんかもう元気だね、これで疲れがじゃあ抜けていくね。なんかさーっとくるね、うん、そうかね。やっぱジュースだったらいいかな。うん、割ったらいいかもしれない、うん、サイダーと。おいしい。ちょっと閉めてこれ閉まらなかった。
よし。おいしい。やるぞ。おいしい。これもやっぱ早めに食べんじゃダメなのかな。うん。じゃあ天ぷら。そうそう。で生ものやし、あの添加物一切入ってないと思うんで。じゃあ早めにね、うん。毎日ちょっとずつ食べて元気。あ、ありがとう。ありがとう。食べましょう。高島様、ありがとうございました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。誰もらんけ。ありがとうございます。いいかね。みんな映ってないけど、うん、声だけでいいもん。天の声一人、私一人いいかな。はい、はい。うん、はい、おやすみちゃんおらんと。ちっちゃんがおらんと。ね。ね。シーズ一人。隣に出ちゃいいよ。ちらっと。あそこでええかね、うん、すいませんね、あの影田畑さんやったの何やったっけ、広島カープの田畑さん、違う、小葉さん、あ、田畑じゃない、小葉、どう、そんな感じ、そんな感じ、あ、小葉さん、今日も来てくれました、ありがとうございます、小葉です。では本日もたくさんありがとうございました。本当にありがとうございました。田島さん、いつも感謝しております。みんな喜んでましたね、よかった、梅し最高ということで、今週もね、もっちゃん、お疲れ様。お疲れ様。一週間。お疲れ様でした。また来週もよろしくお願いします。あ、来週はちょっとなんか、あの、不足で。あ、いろいろね。ちょっと台風も来るんでね、ちょっと魚もちょっとわかんないんですけど。心配ですね。心配ですね。頑張りましょう。はい。頑張りましょう。はい。では、おやすみなさい。おやすみなさい。皆さん、気をつけてお過ごしください。あと一週間。ありがとうございました。お休みご清聴ありがとうございます。おばさん隠れて。みんなが一生懸命さ、ジュース入れて、トイレ、炭酸でやったりでさ、やったらいいことがあるんですよ。小ばさんが、小ばさん。あのさ、あの、松田先生じゃないわ、あの、高橋秀樹のさ、富山の金さんとさ、濡れタオルでさ、濡れタオルじゃ、濡れてにくいで戦おうよ。痛いじゃん、絶対やったら。ね、濡れ、それだけ。ちょっと来て、熱々やって。あーもう顔と違う、あ、違う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 、濡れタオルな、そんな、手に抜いてみる、そんなやつな、本当に、本当、肩が使うんけ、でもやっぱ、中村、え、梅の、梅の世界、うん、うん、そうだ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 、あれが一番なんか、利益が強いけどさ、いろんな、やってなんかさ、60代と30代の会話じゃないの、うん、あ、そうだ、ね、60代と30代の会話でもいい。でもね、最近アマチシゲルアマチシゲルって何の、20なのよ、これ、新入社員の時は知らん、ちょっと見てみて、え、出たっていいよ、アマチシゲルやっぱね、神谷アマチシゲル、神谷治郎ね、神谷治郎ね、もう取り終わっちゃう、白黒じゃん、あ、なんか見たことある、なんか出ちゃったよ、この人、何に出ちゃった、有名なの、天地茂って、天地茂って天地茂って、天地茂って天地茂って天地茂って、天地茂って天地茂って天地茂って、なんか小川ちゃんが最近好きなんだって、天地茂る、渋いよね、私ね、あの釣りバカ日誌のスーさんがやっぱ好きかな、誰かって言われたら、そうじゃん、そうよ、独り言じゃないよ、スーさんかっこいいよね、ゆくりでんたろう、あ、腕でも来た、あ、ほんと、いや、山口版だった、そんな感じでお疲れ様でした。お兄ちゃん何て言ったっけ、和歌山富三郎、切れてるんで切ります、また来週お目にかかりましょう、小連れ狼やから、そうだよ。